2023年のドラフト会議の抽選箱。今年はどんなドラマが。10月20日今季プロ野球の2軍に新規参入した新潟に本拠地を置くオイシックスは8球団で構成されるイースタンリーグで最下位に終わった。41勝79敗6分けで負け越し数は38。42年ぶり4度目の優勝を飾った DeNA と 29.5 ゲーム差。ハーム限定とはいえ、プロとは呼べない惨敗だった。さらにひどかったのが、ウエスタンリーグに加わった静岡の工夫颯だ。28勝84敗8分けで、リーグ覇者のソフトバンクとは43ゲーム差。直接対決では16戦1勝14敗1分け。連戦の経験が乏しいからか、9月は4勝17敗だった。両軍合わせて借金94の船出だが、光も差し込んだ。オイシックスは2000年生まれの2人のタイトルホルダーを輩出した。左投げ左打ちの知念大成外野手は首位打者に輝き、安打数はトップ。右腕の上村智樹投手は最多セーブだ。工夫颯の26歳の増田進馬外野手は盗塁王を獲得し、24歳の150キロ、右腕、早川太志希投手には阪神を含めた数球団が興味を示している。1958年から始まった12球団制、チーム名の変更や身売り、球界再編を経ても12を維持した歴史に風穴を開けた両チーム。初年度は負けが込んだが、夢は目の前にある。24日に行われるドラフト会議だ。退官しても声がかからないとなれば、参画した意味が薄らいでしまう。名大、総残塁、慶大、清原翔吾の両内野手、関大、金丸武人投手らに注目が集まる今ドラフトは、初めて NPB 所属選手が指名候補になる新人選択会議でもある。名前が呼ばれるかもしれない審判の日は近づいている。年齢との戦いを抱えながら、期待と不安が交錯する運命のカウントダウンが始まった。秋の桜を咲かせてほしい。稲見誠。